はい、どうも。今回は、まあね、この画面のね、感じ見てもらったら分かると思うんですけど、CS 版をね、出させて人が共有してくれて、まあ、せっかく共有してもらったからね、まあ、共有してくださいって頼んでんけど、頼んだら OK してくれたから、ちょっと CS 版をね、やってきました。ベータ以来か。うん、ベータ以来ですね、CS 機で。モダンエンド。まずね、カンダとかかな。あ、コンバーターです。シムエペックス。はい、犯罪者なんですけど、いただきます。カンドは、もうなんか、一から決め直すのもだるかったし、から、まあ、だるかったんで、カンド見つけるのもめんどくさかったんで、GX さんが言ってたカンド、GX さんツイッターで多分答えてたと思うんですけど、質問の枠なんか。まあ、あのカンド、DPI3200 なんで、自分400なんで、カンド、両方8倍したわけですね。だから、ほぼ振り向きが GX さんと一緒です。もう丸パクリスに設定。やんのめんどくさかったから全パクったんで。で、まあ、ボタン配置だけ、一応 PC に設定って感じなんですけど、ちょっと扉開けたりするのがね、F やったり、一応ね、F やったりするんで、その、都合上で結構ドアとかね、開けんのなんかもたもたしてると思うんですけど、必死に F を押してます。F を押しても何も反応しないんですけど。F を押して必死にドア開けようとしてる時あるんで、これはちょっと温かい目で。これが一応、今度が、ガンランナーで同じ切りかなって動画で。結構点差がね、250対100前半やったかな、敵が。100前半やったんで、まあ、ジジエンスさえすれば、80、まあ、うまくいけば90、100、100は無理かな。まあ、90ぐらいいけたんかなとか思うんですけど、まあ、とりあえず70切りでも結構、いい感じに切りできたんで、いいかなと思って、一緒に後付けしてます。はい。で、武器は M4 で、M4 以外レベルはね、上がってないんで、欲しかった。M4 だけレベル40なんぼで、それ以外が全部レベル、なめたかな、めっちゃ低かった。4とか2とか、まあそんな感じ。MV5 も使ってないから、ほとんど。1回しか使ってないから、1試合しか使ってないんで、ここレベル上がってない。で、この M4 のカスタムも、この時確かレベル20なんぼとかやったんで、M4 のレベル。バレルも強いやつできないし、だからなんか、あるやつ適当につけてません。グリップもなんか適当に、ブレ減るやつ、なんか適当につけて、角間が50出てたんで角間がつけて、で、まあサイトも、それからサイトつけて、みたいな、もう、一つね、結構カスタマー。で、そう、CS キーに来て、思ったのがなんか、ブレがめっちゃいくんですよね。シバンじゃなくて、シバンの方がブレ少ない気がする。M4 とか特に。やっぱ、ブレ強いなって感じたことなかったんけど、CS キーだ、最初、今でこそこのグリップ1個ついてるだけで、まあだいぶマシになってるけど、グリップない時なんかマジで、正面の敵でもエイムずれたりしてたから、結構なんか、ブレるんやなって。まあ PC 版やりたいけどなんか、どんな感じかわからんみたいな人は買ってみてもいいと思う。買ってみてもいいと思う。買いたくない方でも。まあね、買ってもいいと思う。ブレが結構マシかな。M4 は。M4 のブレは全然ない。M4 と MP7 は、マジでブレへん、PC 版は。AK は、なんか CS 機の方がブレへんような気がするな。なんかよくわからんねんけど。感覚の問題か、まあそれは。多分まあブレの度合いとか変わったりしてないから一緒やと思うんだけど、その。ブレるように感じたり、ブレへんように感じたりするのがある。お互い。なんか、多分この動画見てても思うけど、エイムずれてんのに、アシストするたまに引っかかってんなっていうのが、何個かあるな。まあ、それがまあ、いいところか。ですけど両方やってみて、まあ、どっちもいいところはあるけど、一番は、まあ、画質もいいし、見る動くし、あと、視野角ね、視野角いじれんで、これ最初 CS 機やった時、ガチで遅すぎて足、マジでビビった。まあ、初日、昨日初めてやったけど、まあ、この時もまだレベル20、10の前から、昨日も大してやってないんで、やった時はマジで、ね、足遅すぎて、最初ちょっとビビったかな。震えたね。で、まあ、両方いいところがあって、まあ、PC 版でもいい。まあ、CS キーはまあ、アシストがある。振り向きはね、若干 CS キーの方が遅いかな。これは。PC 版もうちょっと早い。ただ、いいのも振り向き振っても、なんていうかな。動いてくれる、ネガティブアクセルがないから、PC 版って。まあ、動いて、振ったら振った分だけ動いてくれる。CS キーはね、ゆっくり動かさないと意味ない。結局、振り向き、
上げてもまあ大して変わらんかったっていうのが結果ですね。で、感度探すのがめんどくさかったっていうのが、まあ、感度で押すぎるです。見てたらなんか今合ってないみたいな、あると思います。で、まあ、喋ることも特にないんで、まあ、この試合敵がマジで、結構、いや、まあこれ見てたらわかると思うけど、結構ヌーブ、ってる感じ。結構、リムグダグダしてたね。ラッキーやった、マジで。あとなんか視点が汚いな、それにしても。申し訳ねえわ、なんか。んで、あ、キリストは、なんだっけ、そや、キリストです。これ、UAV すんねんな、これ。V トル出てないんや。20レベルなってないから。V トル出てなくて、UAV、UAV、ヤストライク。で、これか。エリガンないな、これ。エリガンないけど。これ V トルだったらもうちょっとできたかもしれない、今思えば。もったいないね。まあいいや。できないからね、しょうがない。UFO のカスタムとかも。まあ、んで、やってるモードはハードポイントってやね、シュートハウスは、まあ、PC 版でもするけど、飽きたんで、もう。ハードポイントはね、普通に検査かけたらポイントじゃない。出てくるから、シュートハウス。まあ、その、たまに出てきてシュートハウスでやるぐらいでちょうどいい。あ、ここをずっとやってるのは俺にはきつい。まあ、できる人はね、できると思う。3時間とかやってる人もいるじゃん。マジでちょっと俺にはもういいな。耐えられへん。で、この試合マジショットガン多すぎてガチでイライラしてたから、これもあって、声が入ってないっていうね、後付け。ショットガンマジでイラついたから。自分でも犯罪者なんで、文句言えない。まあ、で、CS キー、PC 版と違うんかっていうのはね、今決めてるけど、とりあえず CS キーを、まあ、なんかの、使うべきだけでも、まあ、MP5 と、こうだけでもいいんやけど、まあ、とりあえずレベル上げて、レベル。とりあえず使えるようにしてから、また戻ろうかなっていうの。まあ、だから、いける間に PC は戻ると思うんやけど、まあ、一応もう、配信終わるまでに、ゴーストまで出したから、ゴーストまで出て、ブイトールとかも持ってたから、まあ、キリストとか、パークはもう、それなりに、まあ、あれ通りね、いいから、もういいかなって感じで。あとこれ、モルトフ持ってんのも、あれ、レベルが足りんかったから、セムデックスか、持ちたかったんだけど、レベル足りんかったから、モルトフ持ってます。投げんのマジ遅くてイライラするよ。よし、もう終わりやな、多分そろそろ。終わったもん。まあ、ちょくちょく CSK の動画も上げていくかな。まあでも、キルシューとか CSK は作らんかなと思います。そう。で、今週。今週っていうか、まあ、明日、明後日ぐらいに、また新しいキルシュー、石版の方で、入れるんで、結構頑張って編集してもよかったら見てください。どうかな。多分終わりだと思う。終わりや、ね、終わりです。70キルかな。一緒にパーティー組んでたら L3 も、結構ね、美味しかった、この辺。終わります。